飛来した大型ドローンが停泊中のロシア艦船に突っ込み大爆発。ウクライナがカスピ海の拠点を攻撃。ロシア領土の内陸部を攻撃するために欧米が供与した長距離兵器を使用することは容認されていないウクライナだが、この度カスピ海での攻撃が目撃された。ウクライナ軍は自国の領土から1000キロ以上離れたカスピ海でロシア艦船を攻撃した。ウクライナとロシアの両国の当局者が明らかにした。攻撃の様子は複数の動画に収められていたが、そこには大型のドローン1機が港に止まった艦船に向けて突っ込み、大きな爆発が起きる瞬間が映し出されている。ウクライナ国家安全保障防衛会議の幹部アンドリー・コバレンコは11月6日、ロシアのカスピースクで港が攻撃されたとメッセージアプリのテレグラムに投稿した。カスピ海に面するカスピースクはロシア南西部のダゲスタン共和国の都市だ。ダゲスタンのセルゲイ・メリコフ市長は同日、ロシアの防空システムがカスピースク上空で無人航空機を破壊したと述べ、当局が調査していると説明した。しかしロシア国防省はダゲスタン上空をウクライナの無人機が飛行したとの発表はしていない。ウクライナの複数のメディアはダゲスタン号とタタルスタン号の少なくとも2隻のミサイル艦が損害を受けたと報じた。他の艦船も攻撃を受けた可能性があるが、まだ確認されていないという。カスピースクの港はウクライナ国境から約1600キロ弱に位置し、2021年にはカスピ海艦隊少なくとも50隻が停泊できるように拡張される予定だった。ロシアのテレグラムチャンネルとオープンソースインテリジェンス組織は、カスピースクに対するウクライナの攻撃だとする映像を公開。映像ではドローン少なくとも1機が港湾施設と船舶に向かい爆発したように見える。本市はこの映像を独自に検証することができていない。欧米の長距離兵器の使用は認められていないが、ウクライナ軍はロシア領内やロシアが支配するウクライナ国内の地域でロシアの重要な軍事資産を標的にする作戦を執拗に続けている。通常は長距離用の自爆ドローンを使い、空軍基地や海軍基地を狙う。しかし、ウクライナが国際的に承認されたロシア領土の内陸部を攻撃するために、欧米が供与した長距離兵器を使用することは容認されていない。これまでの攻撃は通常、クリミア半島の港湾都市セバストポリに一部拠点を置くロシアの黒海艦隊に焦点を当ててきた。米シンクタンクのカスピ海政策センターは、カスピ海とアゾフ海、そして黒海を結ぶボルガドン運河を軍事装備の移動のための重要な拠点と評している。ロシアは特に冬以外の季節にカスピ海と黒海の間で戦艦や軍事物資を輸送するためにこのルートを使用していると同センターは今年前半に指摘した。ウクライナは大規模な海軍や大型の戦艦を保有していない。しかし英国の情報機関によれば、ウクライナの攻撃によってロシアは自国艦隊がより脅威にさらされやすい黒海西部での活動を抑制せざるを得なくなっている。ウクライナはさらに東方のノボロシースクにある黒海艦隊の基地も標的にしている。ウクライナ国防省情報総局 GUR は10月、自国の領土から約600キロ離れたロシアのカリーニングラード州バルチースクで、ロシアのバルチック艦隊に所属する掃海艇を無力化したと発表した。内部の混乱と戦場の激化、内外で苦境に立たされるロシア。ウクライナとの紛争が激化する一方で、ロシア国内でも大きな揺れが生じています。プーチン政権は軍内部の権力闘争や分裂に直面し、
さらに厳しい状況に追い込まれています。この混乱の中、ロシアは北朝鮮兵を戦場に投入しましたが、クルスク付近でウクライナ軍による越境攻撃を受け、すでに戦闘に巻き込まれ始めています。果たしてこの動きが状況を好転させるのか、それとも敗北の足音がロシアに迫っているのか。それでは内外で複雑化するロシアの危機について詳細にお伝えします。ロシアはウクライナとの長引く戦争により国内の経済的、政治的、軍事的な混乱に直面しています。軍内部の不安定な権力闘争、依然として根強い汚職問題、そして限界に達しつつある経済構造がロシアの行方を一層不透明なものにしています。さらに兵力不足の解消に頼る北朝鮮など国際的な支援もロシアの国内外での評価を危険にさらす結果を招きかねません。ロシア軍の内部崩壊と権力闘争、ロシア軍では現在高官の粛清が相次いでいます。プーチン大統領は軍内の汚職撲滅を理由に多くの軍関係者を逮捕していますが、これが純粋に汚職撲滅を目指したものか、それとも軍の内部統制を強化し権力基盤を再構築する意図があるのかは不透明です。最近の報道では軍の元情報部門責任者であるアレクサンダー・オグロブリン少将をはじめ多くの高官が賄賂容疑で逮捕され、内通や密告が常態化しているとされています。軍内部の信頼関係が崩壊し、将軍同士が互いに密告し合う事態に陥っている中、士気低下が避けられない状況です。このような内部対立は軍の指揮系統に混乱をもたらし、兵士たちの士気にも悪影響を与えています。国際舞台で戦争が続く中、軍上層部での争いが続けば、ロシアの戦闘力は著しく低下し、前線での持続可能な戦闘体制を維持するのが難しくなるでしょう。加えて戦況が膠着状態にある中でこうした内部崩壊が続けば、ロシア軍の結束力と戦闘能力にさらに深刻な影響が及ぶことは必至です。北朝鮮への依存、ロシアの孤立とリスク。ロシアはウクライナ戦争での兵力不足を補うため、北朝鮮から約1万人の兵士を受け入れる計画を進めています。すでに一部の北朝鮮兵士は、ウクライナ国境に近いクルスクに派遣されているとの情報があり、彼らはロシア軍の制服を着用しています。国際的な非難を避けるための措置とされていますが、もしも彼らが戦闘に加わることで北朝鮮兵の存在が確認されれば、ロシアの軍事的信用はさらに低下することが予想されます。また北朝鮮の関与にはリスクが伴います。北朝鮮は見返りとしてロシアからの核技術やミサイル技術の提供を期待しているとされています。こうした取引が行われる場合、東アジアの緊張も高まり、日本や韓国を含む周辺国にとっても新たな安全保障の課題を生むでしょう。ロシアが国内での危機を乗り越えるために北朝鮮に頼ることは、国際社会での孤立を深め、長期的にはロシア自身の安全保障にも影響を与えかねないと言えます。軍事費増大とロシア経済の負担。現在ロシアの国家予算の約3分の1が軍事費に充てられており、 GDP の 6.3% に相当する金額が軍備強化に使われています。これは冷戦時代以来の規模とされており、経済全体に深刻な影響を及ぼしています。国内でインフレが進行し、生活費や借り入れコストが上昇している中、ロシア政府は財政赤字を補填するために増税と社会保障費の削減を進める方針です。しかしこのような政策は国民生活にさらなる負担を与え、経
経済の回復を遅らせる結果となります。すでに2025年には法人税や個人所得税の増税が予定されており、教育や医療、年金といった社会保障費も削減される見込みです。ロシア国民の生活が厳しさを増す中、増税に対する反発や不満が高まる可能性があるでしょう。特に中小企業や教育支援など経済の未来を支える分野への支出が削減されることは、ロシアの長期的な経済発展にとっても大きな障害となり得ます。エネルギー価格の不安定と財政危機、ロシアはエネルギー輸出に大きく依存していますが、原油価格の変動は同国の財政に直接的な影響を与えます。2024年は原油価格が1バレル70ドル前後で推移する見通しですが、2027年には65.5ドルまで下落するとの予測もあり、収益の減少が懸念されています。エネルギー価格の低迷が続けば、ロシアは増税や予算削減といった形で追加の歳入を確保せざるを得なくなり、国民生活にさらに影響を及ぼすでしょう。また、石油やガスからの収入が減少すれば、ロシア政府は他の収益源を見つける必要に迫られますが、国際制裁や貿易制限の中で新たな収入源を見つけることは容易ではありません。長期的にはエネルギー依存から脱却するための構造改革が必要ですが、それには時間と投資が求められるため、現在の経済構造では即効性のある解決策とはならないでしょう。ロシアは未来をどう切り開くのか。ロシアは現在、外部からの軍事的圧力と内部からの経済的・政治的な不安に挟まれている状況です。軍内部の混乱と権力闘争は、ロシア軍の指揮系統と士気を蝕んでおり、北朝鮮との協力も新たな国際的リスクを生む可能性があります。さらに、膨れ上がる軍事費と経済的負担は国民生活を直撃し、長期的な社会的安定を揺るがしています。このような多面的な危機に対し、ロシアはどのようにして国家の安定を維持し、国内外の課題を乗り越えるのでしょうか。プーチン政権が軍の内部統制を強化し、信頼できる部下で固め直すことができれば、ある程度の安定を取り戻せるかもしれません。しかし、北朝鮮への依存が高まれば、国際社会での孤立が一層深まり、経済的・外交的に厳しい状況に追い込まれる可能性もあります。